はようございます、島田です。さあ、というわけでね、本日も朝からやっていくんですけども、こちらのポイントね、お邪魔させてもらうの久々なんですけども、やっていきたいなと思います。いや、結構ね、こう自分の好きそうな波ですね。レギュラーでこう、ザーッとね、綺麗に割れてくれるそうな波なんですね。やっていくサイズがですね、胸肩ぐらいはあるかなっていう感じでね、波のね、パワーがやっぱ弱そうなので、こちらのね、カーボンにまたフィン付け替えて、こちらでカーボンでまたやっていきます。今日は寒い。今日やばい、超寒い。久々に寒い。とね、この動画見て明日とか明日来る方はマジでフル装備の方がいいと思います。今日はもう、ね、このエアタイトのウェットのフードが出番出るんちゃうかなと。いやー、もう20秒くらいで着替えましたね。まあこれ20秒で着替えんとね、また濡れてんだから、それ5分かかっとったらここへ死にますよ。水入ると多分あったかいね。こんな濡れとんのにこんな早いのすごくない？すごいわ。ちゅうか、なんで乾かさんのって話ですけどね。冬はね、夜でも。さて、今日はどんなライディングができるのか、ちょっと少しでもね、いいライディングやりたいなと思います。人はですね、1,2,3,4,5,6,7人ぐらいかな。まあ、吸い取る方ですね。この波に関して、比べたら普通やったら、こんな、ね、メロウでいい波やったらね、普通バーンって人増えると思うけど、まあ平日っていうのはあると思うんですけど、ちょっと人も少なめなんで、波ね、いい感じに見つけていいライディングしていきたいと思います。お、行きました。張ってくるか。おっと、ワンタン、今のいいんじゃない。ツータン、最後決めろ。おっと、前に出るっと。もうでもこんな感じですね。おいくかで、ワンターンして、もう一回ここでボタン前回だんまいまいち決めれない。まあね、バイクだったりね、嵐もね、 50cc のあのヴィンテージのモトクロスバイクあったりね、あとグラディエーターでジープのトラックだったり、僕のレンジローバースポーツだったり、あと K バンね、サーフィン用ので、その次あとあれですね、ハイエストラック、めっちゃレッソーしてね、壊れないように完璧にして、後ろに箱もつけて完璧にしたんですけど、あれを売却して次のっていうことで、だからあれをね、インスタグラムに貼ってありますけど、ショップにね、もう渡しましたので、もし興味ある方はね、ハイエストラック屋さんにね連絡したら、あの車ゲットできるかもなのでね、あれはね、いいですよ。めっちゃお金かかってますよ。内装もめちゃめちゃ綺麗に、シートも全部張り替えたし、すごくねお買い得かと思います。でいろんな車でね楽しんでいくのでね、サーフィンだったりスノーだったりスケートだったり、これからもね幅広く、あと旅、バリだったりオーストラリアだったりカリフォルニアも行ってみたいなと思うしね、どん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 新しいことに挑戦してね、嵐村田 YouTube やっていきたいなと思います。僕はね、ファッション担当、車担当でねやってきますのでね、温かい目でいろいろ幅広く、サーフィンはねもちろん基本なんですけど、やっぱ波なかったりね、もうめちゃめちゃ悪かったりクローズだったりねあるのでね、その中でもねサーフィンライフということで、それにつながるようなファッションだったり車だったりね、横乗り系だったりね、そんなんもいいんじゃないかなと思いますね。いけるかな。お、行きました。まず反対に振って、あ、レフト、今回初のレフトかな。お、張ってくるのか。来た。おっと、前に出る。よかったんじゃないですか、最後レフト。よかったと思いますね。レギュラーばっかだと思うと、やっぱりね、ああやって意表ついてねレフトが来たりね、試合もそういう時あるんですよね。今日レフトオンリーだと思ったら、意外にねレギュラーの波でハイポイント出たり、まあでも確率的にはそういうことないんですけど、まあでも今ね良かったんじゃないでしょうか。はい、というわけで朝のセッションをやってきたんですけども、いやー、波思ったより良かったですね。はい、まあ結構ね沖からも乗れたし、インサイドからも狙えたしって感じで、でもやっぱね入っとる方がみんな上手くてね、なかなかやっぱ人少ないって言っても乗るのが難しかったなっていう、はい、印象っていうかイメージでしたね今日は。まあでもなんか何本かいい波乗れていいアクションできたかなと思うんやけど、どうでした？いや、良かったんじゃないですか。ただ途中
20分か30分全く波こんくてさ、凍えじんのかと思ったぐらい。でもああいうこともあるからね、試合であの時間帯だったらめっちゃ怖いなと思いましたね。そうっすね。あと本当上手い人多いっすね。多かった、マジ。大人世代と一緒とか言っとる方もおってね、あのいつも見てくれとるみたいですけど、あのその方もね、あのなんか大人世代の、ね、方もいて、いつも見てくれとるって言ってくれとって、その方もね、沖からバンバン乗ってめっちゃ上手かったっす。いや、上手い人多くてね、見ててね、あの参考になりますね。レベル高かったっす。高いですね。朝からレベル高めのセッションで、人は少なかったけどね、でもいい波で楽しかったなと思います。意外とね、見た目より良かったし楽しかったんで、ナイスセッションかなと思いました、ね。あ、どうでした、それ。フードずっと被ってやってたじゃん、ね。慣れると調子いいでしょ。調子いいっすね、多分。だって絶対暖かいし、今日ほんであれじゃん、ヘッドキャップ率めっちゃ高いじゃん、みんな被ってるじゃん。まあでもなんかやっぱ食らったり激しいアクションしたりすると転ぶとドーンと水入ってくるから、それがねちょっとだるいなと思うんやけど、でも意外とね、水ガーッと入ってきてもなんかどっかからか知らんけど抜けるから、うまいことなっとんすよ。うまいことなっとるから、なんかそんなねストレスならんなっていう感じでしたね。まあつけとって、うん、あったかいからな、スパイダーマンみたいになってます。いや、かっこいいですね。はい、まあそんな感じで明日セッション終了ということで、はい、ちょっとランチ行きましょう。え、プロスノーボーダーの空港ですか。今からニセコ行きます2週間泊まり込みっぽいっすね。なんかね、親切がいいみたいで、遊べそう、遊べそう。あのキャタピラ乗ったやつで上からシャーっと、この言い方ができんからバレるよね。なんちゃらって言うんでしょ。シャーしか言えんもんな。言えんもシャーしか。さあ、というわけでこれね、おとんスノーボー持ってますけど、これからですね、先ほど言ってたウェアスポーツ幕張店に向かいます。手がつきました。はい、で僕はですね、おとんにとあるものを誕生日プレゼントで買ってもらいます。はい、もうね、親の責任で死ぬといかんのでね、もうそれはしょうがないと。ちょっと上手い人みたいになっとるって、こんなケースかっこいいな。これマジでかっこよくない？これ DB ね。これ欲しいやろ。そうっすね。これスタイル出すために入れとるだけでさ、別に手で持ってこれますよね。多分手で持った方が楽な可能性、なんか思ってよもんまあでもかっこいい。これ多分飛行機とか、はい、今近いうちにニセコ行かなあかんね、ラーメン食いに。どうの目的は、目当ては、ちょっとあのメンテナンスっていうかさ、ワックスと紫スポーツ幕張店で買う場合、ずっとなんていうの、タダでメンテしてもらえるんですよ。そういうのもやってもらって、あとなんかスタンスをちょこちょこ変えとるから、いいのか悪いのか聞いて、まあそういうレベルじゃないんですけど。ウェアは、ウェアはいるに決まっとるじゃないですか。ウェア買わんかったらさ、もう絶対上手くならんもん。俺上手くならん理由分かったもん。ウェアが、ハローハロー。さあ、というわけでですね、こちらマグラススポーツ幕張店さん、はい、到着しました。今回はスノーウェアということで、ウェアというか、おとんは今回はスノーギアということで、僕はそこにもう早速あるんですけど、こちらのこれですね。あ、これはね、ちょうどこれはいいわ。いや、これで頭守りたいなと。まあ守れる。これだとさ、下手すと縛ると飛んでかんでしょ。そうですね。これ値段が3000なんで、まあ30個は買えるかなと思います。人の金だと思ってさ、むちゃくちゃ買わんでもいいと思うんですけど。そうですね。いや、どれにしよう、これとか見てよ。ああ、これすげえじゃん。やばくない？いや、これ、これめっちゃいいじゃん、はい。まあ冗談はね、どっかに置いといて、ね、僕今回もう決めてます。はい、ほとんどのやつ見てね、まあ、調子良さそうやなと思った。このスミスってブランドですね。これさ、でも値段で決めとるやろ、一番高いから。正直人の金だから。そうですね、人の金の場合はそういう感じで。評価だと値段高いっすね。そうですね。で、一番上にあるって一番目立ってますね、このブランドが。で、色が4色あったんやけど、僕らはですね、このグラディエーターみたいな、グレー、グレー、グレーじゃん。どう見たらグレーの、グレーっぽいじゃん。緑やろ。おい、見て、あ、ほんとだ。はい、カーキみたいなやつですね。でウェアも全部カーキやから、これカーキ、これ選びたいと思います。いい、でもサイズは合わせたの？サイズはまだ見てないんですけど、デザインというかブランドはスミスのこれね、これで、はい、これでメゾットってモデルか。これ軽くてあったかくてめちゃくちゃいい、中も外せるってやつ。値段は3万円ですね。え、今日予算 10でしたっけ。第1回も10とか言ってません違うか。3万円のヘルメットって高くね。一番でもそんなもんちゃう。そんなもんちゃう。他は2万円、他は2万とかやん。
同じ住むんですよ。これでダメなの？変わらんじゃないですか。俺だったらこっち買うよ。なんで？俺間違えてこれ買ったもん。適当に笑うよね。いや何が違うやろ。でもやっぱ違う。いや軽いんだって。そうなんだ。からはめとる気がしんから鬱陶しくないじゃん。でもまあ俺はそれ買った方がいいと思う。まあ自分はヘルメットつけながら上手くなりたいので、あの格好よりもスキル。なんかいいこと言うよね。ってところで選んでいきたいと思います。でもういいよ、僕のシーンこれで OK。 これ選びました。はい、決まりましたね。はい、そんな感じで次おとんでいきましょう、はい、僕は今回はね、ちょっと、あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、ちょ、おい、何する人？何する人？こんにちは。すいません。いや、さっき挨拶しちゃって2回も何回もすんなよって怒られるかな。いやいや、20回ぐらいして、ね、いやいや、あんと、それは大丈夫。店長さんです。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます、こちらこそ。ありがとうございます、よろしくお願いします。もうここへ来たら、そのこと何でも相談してもらってね、はい、で、ずうずうしいぐらい今回も見てもらうと、この幅と分かりもせんくせに変えても一緒だと思うんだけど。いや、さっき小声でこんな変えても変わらんぞって言ってました。ちょ、分かってるけど、だってさ、なんで変えるか知っとる。何？永久無料。永久無料。それ大事。こんなこと言ったらこういうおっさんがしょっちゅう持ってくるからくどいよね。これ見てください、これ AKM でホットワックス、はい、ワックス剥がし、え、違うな。うわ、でも剥がしはなし。ワックスやっても縦んでも1100円だからそんなに高くないんだよね。まあでもここはいいやん。いい、はい、いや、これはもちろんで相談していろいろ考えてうまくなっていこうと。はい、でウェアは？ウェアはこの間 AK だったから今回はさ、ちょっとノース行ってみようかなと。え、ダブル、もう一回 AK は行かないですか？じゃあ行こうと思ったらさ、あなたが遊べんとか言っとったよ。いや、あんまり変わりもないですしさ、あんまかっこよくなかったもん。おもんない。うん、だったらで、決めたのは、ね、あ、これこれこれ、このノース。おお、ちょっと派手で黒と、で、ズボンはさこれね、ノース。これちょっともう値段先に見せとこう。値段いけない。値段が54,000。でもAK だと6万とか7万するからね。そう、ちょっと安いから気に入らんよね。やめて。で、これチノバンみたいに太めで履きたいから。ダブルノース。うん、ダブルノース。いいね、これ値段が4万っすね。はい、で、これで俺行こうかなと。いいやん、思います。オレンジやからさ、遭難者を見つけれます。そう、この間ピンクだから今度オレンジにして、はい、こういう感じ、オレンジとチノっぽいこう太めのパンツでスタイル出したら多分これで一気にもなるんじゃないかな。いや、いいっすね。この間ジンジンなんかメイサーみたいなやつ着とってさ、いいなと思ったんやけど、自分こういうの、お、これ、ね、これは DC っすけどね、ちょっとなんか欲しいな。いや、こういう何、いちいちうるさいズボン好きだよね。そうっすね。まあそんな感じでさ、ちょっと行きましょうよ。これ一個聞いてもいいですか？はい。これ前を開くのと後ろを開くのってあるじゃないですか、はい、前を若干前にするこのようにどうなるんですか？スノーって、あ、ちょ、あの左を前で滑るときに滑りやすくなります。あ、だからフェイキーじゃないってことですね。そうです、そうです。で、前も開くと前に行きやすいってこと、はい、行きやすいです。で、スタンスはこれ何センチか分かんないんだけど、はい、標準なのかどうやって見るんですか、これは。あ、一応ボードに適正サイズっていうのが、標準サイズとか決まってるので、はい、それに合わせるか、そこから微調整するかこれね、ちょっと狭くしたんですよ、この間。あ、はい、で、これが今どうやって測るんですか？あ、メジャーでもう本当に真ん中から真ん中の長さを測るって単純な感じですね。あ、そうやって。で、相場はいくつとかないんですか？あ、身長とか、まあ、足の長さとか、あとスタイルによって違うので。今これ何センチなのかな？今測るとどことどこ測るの？真ん中、真ん中ですね。55センチぐらいです。それは普通なんですか？あ、普通ぐらいです。このシーン、このシーンいるんですか？いや、ちょっとそれ相談しとるとこ大事じゃないですか。スタンスの1センチでターンのスプレーの量が変わってくるじゃないですか。まだ1ミリも飛んでねえよ。1ミリもどころ曲がってねえし曲がれるようになるかもしれんじゃん。で、この向きもちょっとこの間変えたんですよ、はい、前方向にして、はいはい、これは何、前行きやすい後ろ行きやすいか。そうですね、体重が乗せやすい方向、ちょっと微調整できる。なるほどね。この21にしたんですけど、はい、これ今21ですよね、はい、違う21のはずなんだけど。あ、そうですね、はい、21は普通。あ、そうですね、多いと思います。これ23とかにしたら良くなる、開きすぎ。いや、良くないこともないんですけど、じゃあまあこのまんま頑張って、これゼロなんですよ後ろ、はい、これで普通になれるまで頑張った方がいい感じですか？あ、一
回それでなんか調子悪いなとかがあれば調整してもいいかなと思うんですけど、調子悪いもクソも曲がったことないですもんね。曲がったことない場合調子いいか分からんけど、ね、あ、じゃあこれでとりあえずやってもいいと思います。やっぱりそんなもん構っても一緒らしいです。いちいち来んなって言ってます。僕もそう、買うだけ買って帰れとか、物だけ買って帰れ、邪魔くさい、はい、持ってくんな、それは冗談ですよ、持ってくんなと。でも邪魔くさい注文も多少聞いてくれるんですよ。いや、もちろん一緒に悩みます。一緒ありがたいですね。ありがたい。まあそんな感じでワックスだけやってもらって、じゃあこれはこういう感じでメンテだけしてもらうっていう感じで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひ皆さんもね、幕張紫スポーツ来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。ハロハロー、こっちもハロハロ、はい、というわけでですね、朝選手を終えてからのサウガーデンさん来て、ニューメニューかな、新メニューかなんかのこちら見てください。じゃあエビグラタン、グラタン、僕もグラタンにしちゃってダブルグラタンです。これグラタンって食い物屋さんで頼んだことほぼないから。いや、グラタンってどう頼んだことない。ガストとかあったよ。ガストなんかあるけど食ったことないよね。俺はない。味チェックから入っちゃう。これ寒すぎてすいません、なんかこれロシアかっていう格好しておるよね。俺マフィアっすよ。ロシア、ロシアマフィアになってます。でもめっちゃうまそうか。うまい、うまい、うん、早いっすね。適当に言ってないっすか。口に入る前に言った。じゃあ僕もいただいていきます。うまい。あ、さすがマカロニだ。あー、うまいな。なんか濃厚、結構海上がりにいいんじゃん。これはあったかい、もう寒い時には最高。最高っす。今のシーズンこれニューメニューいいんじゃん。いやー、売れますね。だってスパゲティとかちょっと体温まらんからさ、うん、うまい。スープスパもいいけど、これめっちゃうまいです。皆さんぜひグラタン、多分1400円ぐらいかな、うん、1300円。グラタンにしては多分高いんじゃない。エビがいっぱい入ってるもんね。エビごっそい。うまいね。はい、それでいよいよ JPSA が S リーグに変わるとかいろいろ難しい、分からんこといっぱいだけど、なんかいつもさ3月終わりからあの1試合目始まるけど、どうも8月からみたいだね。あのガラッと変わるね。どうもまだ全然試合も決まってないし、ね、来年までやるらしいよ。真冬もやるってことやね。知らんけど、その辺も分からんでしょう。結局日本でできないから、海外でさ、バリでやるとかさ、そういうことなのかな。そうなるとやっぱスポンサーが大量にいるけど、いるし、みんなお金がいるじゃん。だからその辺がどうなるのかなって心配だよね。毎回海外だったらみんな試合行くの、種子島でもやっぱり少ないじゃん、行く人。新島も少ない。少ないもん、お金かかりすぎちゃうから。そんなの海外にしたらさ、参加者10人ぐらいしかない。それはやばいけど、なんか最後にチャンピオンシップがあってランキング内の人が戦う試合になるんだって。でそれでグラちゃん決まるんだけど、それに出れん人はグラちゃん絶対無理で、大学でもないってことで、まあまあ、CT と一緒ですよね。積み重ねて最後にファイナルをやるみたいな。まあでも何にも決まってないからどうなるのかなと。 CT みたいなもんですよね、ボロ。そうですね。まあでも8月からかって感じですけど、結構後っすね。まあね、でも準備ができるということで考えようによっては。まあでも噂によるとオリンピックがあるかららしいですよ。そう、なんで関係あるの。いや、Sリーグの関係者がオリンピックのコーチなの。あ、そういうこと。へぇ、 Sリーグっていう、JPSA っていう名前はなくなったの。一応 JPSA なんだけど Sリーグなんでしょ。うん、多分。でも封筒 Sリーグやった。あ、そう。 JPSA なんだ、わかんない。それはでもややこしいな。まあでも ASP から WSL に変わった。まあ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 、そういうことか。まあでも、まあ、関係者も変わるってことでしょ。だから、うん、え、だってマーさんとかが理事長じゃないけど。確かに。まあでもね、これ見とる方は試合見るの好きな方も多いと思うので、多分試合は8月からやと思うので、皆さん楽しみにしとってください。ね、それは楽しみだね。どうなるか分かんないし、ジャッジシステムとかも変わるかもしれんし、どうなるか分かんないじゃん。はい。
まあ、で盛り上げようとして変えとるわけだからよくはなるはずだよね。確かに、まあ、楽しみじゃん。でも S リーグが 何なのか選手です。僕みたいな選手ですら分からない。みんな分かってないからさ。だから JPSA が S リーグに変わるのかさ、名前がね。俺最初 JP があって上位が S リーグに出れるんかなと思ったら違うんだよな。そうでもないから S リーグっていう最後にチャンピオンシップがあるのかも分からないし、一応封筒は来て送ってプロ登録はしたから。難しい、分からん。正直難しい、難しい、ね、まあだけど今日は多分今季一番の寒さじゃないかなと思ってね。もうここ何日間かずっと暖かかった。そう、暖かすぎだからビビってこれ寒いかもしれんけど、普通毎年もっと寒いもん、うん。まあ、今年は暖かいんだよね。スキー場に雪もないっていうことでさ、まあそれは冬は寒く夏は暑くないとスキー場の人だって困るし、海水浴場の人も困るからさ、まあそのようにはなってくる。暑いとか寒いとか言っとったらね、良くないですよね。まあそんな感じで今日はたくさん練習もしたし、はい、グラタンも食べたし、これピザソースかかってんのね。グラタンにピザソース、ね、まあそんな感じでですね、本日は終わりたいと思うんですけど、本日ご視聴ありがとうございました。また次の動画で。